と安倍総理との日米首脳会談が行われると。農業を破壊し、国民の健康を阻害し、元根本の政治そのもの、法律そのものを崩そうとする TPP、断固阻止。まさにオバマ大統領が、安倍首相と TPP の、日米関税交渉を最終的に詰めてしまうんじゃないかという危機感が非常に強くあり、直前に、絶対にそれは許さないという行動を組みました。とにかく秘密交渉ですので、ほとんどの国民が今交渉がどうなっているのかという正確な情報を知ることができませんし、メディアの人たちもですね、実は真実を知ることができないという非常におかしな状況が生まれているんですね。ですけれども、ここまで秘密の交渉というのはやはりおかしいという声が日本だけではなくて、海外の運動やメディア、国会議員などの中にもかなり広がっているんですね。だから交渉がこう伸びてくれば伸びるほど、 TPP が持つ秘密交渉の非民主性だったりですね、国民に一切知らされてないという情報公開の問題がもうどんどん明らかになってきている。ぜひ日本の私たちもですね、賛成反対という考える前の段階として全然情報がないじゃないかということを強く訴える必要があります。具体的には地元の国会議員にですね、そういったことを訴えたり、それからまさに今すぐそこですけど、内閣官房というところに TPP 対策本部という、交渉チームのオフィスがありますので、そこにメールや電話を送ったりですね、していくことが重要だと思います。